石巻第二霊園の納骨堂には、震災後石巻市内で見つかった身元のわからない27の遺骨が納められています。この法要は、石巻仏教会などが2012年から毎年行っているもので、およそ30人の僧侶がお経を唱え、犠牲者の霊を慰めました。一日でも早くね、判明して、元のところに行ってもらえばとね、常にね、こうね、願っております。今回は奈良市から唐招提寺などの僧侶3人も法要に加わりました。世の中にはまだまだその光の当たらないところがあるんだと思ってますので、慈しみだったり、それから救われないそういう、まあ、生命というか命だったり、まあ、そういったものにこう、まあ、心を致すというか、まあ、そういうことを、まあ、今後も続けていきたいなと。石巻市はこれまでに身元のわからない647の遺骨のうち620の遺骨を家族らに引き渡しています。しかし2020年7月に最後の引き渡しを行って以降、新たな身元の判明はないということです。